ジヘイの動画解放軍、動画で解放とかめっちゃええやん。ジヘイの動画解放軍、今日はストレスとの客観的な付き合い方について説明します。ストレスは友だ、ストレスは生活に必要だ、そう言ってる人痩せ我慢だと思いますよ。とストレス、昨日と今日で同じストレスでも今日の方がなんか落ち込むな、そういうことあります。当然ストレス 100% 自分の主観として感じてるわけですからね。このストレスを客観的に測れたら、いろいろな機械、専用の機械はありますよ。でも当然家庭に導入するには高い。そこで iPhone を使って測定できてしまうんですよね。あ、なんかつけるの？何もつけなくていいです。 iPhone だけでできますよ。でも iPhone、 そんなセンサーあったっけ？ないけど測れてしまうんですよね。ストレス測定というアプリですね。そして測定する。まず測定方法、カメラの部分に指を当てます。この状態で測定するをタップ。そうすると光ってますよね。それからどのように計測するのか、フラッシュの強い光を指に当てて、そして指の中の血流をカメラで読み取ってます。血流から心拍数を読むみたいですね。だから心拍数、そっからストレスを計測する。それから計測中、それ計測中に何か聞いてきますね。今ストレスがあると思いますか？あまりない。計測してる姿勢、座ってる。昨日の睡眠時間4から6時間。食後3時間。今日はお腹の調子普通。今食欲はどうですか？普通です。まだまだ測定中ですね。70%。ただこうやって喋りながら測定してると、ストレス高めになってるはずですね。本来はリラックスして測定。そうすることによって誤差が少なくなるみたいですね。それと毎日測定する場合、同じ時刻の同じ姿勢、それがいいみたいですね。85% 完了。あ、終わりましたね。今のストレス指数はとても高い。高いか。これで結果シェアできるみたいですね。このように iPhone で簡単に自分のストレス測定できます。毎日ストレスを測ることによって、自分の心身の状態、より把握できるのかなと思いますね。ストレスにちょっと悩んでる人、ストレスを発散することより、今の自分のストレスを把握してみる。それが重要なのかなと思いますね。ぜひ使ってみてください。じゃあ、ええやん。ジヘイの動画解放軍、チャンネル登録、よろしくお願いします。ジヘイの動画解放軍、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。ヤマヒスタイル、サッカーテクニックです。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。